4月の22日の放送で、アミナのテレフォンショッキング、生電話を放送したの皆さん覚えているでしょうか完全にガチなこの企画。かなり評判が良く、私にもかなり握手会やいろんなイベントで良かった良かった言われました。きっと多くの皆さんが次は自分に電話がかかってこないかと今ドキドキしていることでしょう。なのに、そんな貴重なアミナの電話を断るということはそれなりの言い訳があるはずです。ということで、みんなの言い訳を聞いていきましょう。 さあ、では改めてコーナーの説明。え、あるシチュエーションのアミナちゃんに対して、リスナーの皆さんが言い訳をするコーナーです。ということで、皆さんの言い訳発表していきましょう。まずは、ラジオネーム、シンパル。なんで電話で話してくれないのアミナちゃんごめん。突然の電話にしどろもどろになってるところを、ラジオの電波やラジコを通して全国に知られ、ツイッターで釣り上げられるなんて恥ずかしいじゃん こんなの何やったってそうなりますよね。何したって命令を読まれたって何したってこうなりますよね。それが、それがいいんでしょそれがいいんでしょ <laughs> それがいいわけじゃないですけれども。ああ、こういう感じね。こういう言い訳か。ツイッターで釣り、そうね。その、私はちょっとやってないから、あまりわかんないけど、なんだかね、いろいろ大変そうじゃ大変,う大変そう。大変そうっていうか、なんだか大変そうじゃないですか。あの、テレフォンショッキング で、電話した子も、えっと、握手会に来てくれて、あ、覚えてますかなんか恋愛相談みたいな女の子いたじゃないですか。だけど、留守電になっちゃって、留守電に入れた子も来たんです。そうあの、握手会に来て、で、なんで出なかったのみたいな、え、なんか出れなくてみたいな,な、なんか会話をして、そうそう。だから、でも、なんか、話しやすいと思うから、みんな、しどろもどろにはね、なんみんな別にそこまでならないと思うんだけど、<laughs> ね、恥ずかしがらずに、メール送ってください。次。えー、おい、この間読んだ、読んだじゃない。電話かけたよ。ラジオネーム、ハウア。なんで電話で話してくれないのハミナちゃんごめん。だって、あミナちゃん、て子の部屋の街歌、聞いて笑うんだもん。いや、そりゃ笑うよね。あれね、フルコーラスで聞いたやつだよね。マジで幼稚。あれ、面白かったなうん。すごいいい子でしたよ。 この子。<laughs> この子だって。<laughs> 次えー、ラジオネーム、ガンちゃん。なんで電話で話してくれないのアミナちゃん、ごめん。だって、アミナちゃんの携帯から直接かけてほしいんだもん。もう話が違くなってくるもん。<laughs> 友達かみたいな。いや、でも、なんかめんちゃんこんな話、全然楽しくないな。楽しくないんですけど、あのー、こないだ、全然知らない連絡先のメール。 アドレスか「あみなちゃん久々にご飯行こうよ」みたいな「え誰だろう私は友達は少ないもう数い両手で数えるほどしかいない中ご飯行こうまたご飯行こうよ」みたいな「え一回行ったことあるってことは確実にまあお,お友達なのに私何で連絡先登録してないんだろうと思ってうーんと思って「ごめんなさい誰ですか?」って「わかんないんですけど」って言ったら「 なんか、ちょっとここで名前言っちゃうあれだけど、なんかあだ名みたいな。なんとかりんだよみたいな。<laughs> なんか、でも一回も聞いたことないんだ、そのなんとかりん。<laughs> なんとかりん、なんとかりんと思って、ずっと返事返さないで。なんとかりんって誰だろう、なんとかりんって。でも、アミナちゃんって言ってるし、私だってわかってるしな、みたいな。なんとかりんって誰だろうってずっと思ってて。で、ずれちゃったの仕事忙しいかなみたいな。 LINE みたいな,なんか「え何今時で何こういうすごいな」みたいに思ってえとりあえずなんか別とで LINE で入れたら顔とか出てくるかもしんないしそれで「ああの人がその何とかりんだった」みたいになると思って入れたらマジで知らない人で <laughs> びっくりして怖くなってなんかいろいろいじったうん謎だったまた,またっていういやいやいや,いや,いやだから「また?」みたいな。 どうなまた <laughs> って思って。すごいびっくりしちゃった。気になる。ママにも聞いたもん。私こういう人いたっけ友達とって。いや、同級生でもいないんじゃないみたいな。話しそれちゃった。次えっと、ラジオネーム。僕んち冷蔵庫。なんで電話で話してくれないのはみなちゃんごめん。だって、素人が調子に乗るとめんどくさいだろ。うん、それはめんどくさい。<laughs> 僕んち、特に僕んち冷蔵庫が調子に乗ると超めんどくさい。 僕んち冷蔵庫ですっていつもワクチン <laughs> ああ、冷蔵庫って言って <laughs>。可愛いけどね。ありがとうって思いながら。いやいや結構大人、大人だけど、でもなんか雰囲気的に柔らかい。僕んち冷蔵庫ですみたいな感じで来るから。ああ、冷蔵庫って言って <laughs>。最後 <laughs> えっと、ラジオネームフリーバード。なんで電話で話してくれないの アミナちゃんごめん。だって俺、紹介できるお友達いないんだもん。はい、なるほどね。てレれってってってれってに本格的にかけてきたってことね。なるほどです。アミナが、じゃこれも全然関係ない全。全然関係ないけどいいですか全然関係ないんだけど、あの、テレビの企画で街ですごい美人な人を探すとか。 街で、すごい美味しいご飯屋さんを探すとか。で、美味しいご飯屋さんもだし、可愛い子もそうだし、そう、可愛い子に会って、インタビューして、あなたの思う可愛い子を紹介してくださいとか、美味しいご飯屋さんに行って、このお店の店員さんが思う美味しいご飯屋さんを紹介してくださいとか、そういう企画をやりたい。<laughs> そう、見てて、見ててすごい楽しい。なんか、そのレベルが確実に上がっていくのがもう如実に見えるじゃないですか。 もう絶対、可愛い子が言う可愛い子もう、あ、間違いなく当たりだし、美味しいご飯屋さんが言う美味しいご飯屋さんも全然間違いなく当たりじゃないですか。そう、だからそういうのね、いいなって思う。うん、ちょっと何の話かわかんなくなっちゃいましたが、えっ、ー、と、皆さんの言い訳を全部発表してきました。えー、この中からですね、本日の言い訳チャンピオンを決めたいと思います。えー、どうしよう。うーん、なんかやっぱこう、 多分みんな、電話かけてきて欲しいから、甘かったですね、言い訳が。多分本当に言い訳しきれないというか。<laughs> うん、何が、うん、何がいいのかしら。何なのかしら。うーん、これかなうん、大変そうなんでこれにします。それでは、えー、言い訳チャンピオン決めたいと思います。もちろんチャンピオンには、アミナ手作りのプラバンプレゼント。では、発表します。ラジオネーム、シンパルの、 突然の電話にしどろもどろになってるところをラジオの電波やラジコを通して全国に知られ Twitter で釣り上げられるなんて恥ずかしいじゃんに決定ですおめでとうございますあなたが今回の言い訳チャンピオンですやっぱ大変恥ずかしいのはわかるしねなんかちょっとそうでもないのに大事になったりとかもいろいろありそうですし まあ、かわいそうだなってことで、まあ、これはうまい言い訳だなと思って、えー、シンパルにしました。シンパルには、えー、手作りプランが届きますので、もう少々お待ちください。ということで、以上だってしょうがないもののコーナーでした。このコーナーでは、皆さんの言い訳お待ちしてます。どうやったらアミナが許す、または納得するかを考えて送ってきてください。そして、次回の言い訳シチュエーションですが、え、アミナがあなたの水着を選ぶのを断る言い訳。 この梅雨が終われば、夏に突入。そして夏といえば海、海 だから、アミナがあなたに似合う素敵な水着を選んであげようと思ったのに、それを断るということは、それなりの理由があることでしょう。ということで、アミナが傷つかない素敵な言い訳、お待ちしてます。だって、しょうがないものの宛先は、アミナ、アットマーク、jorf.co.jp。アミナ、アットマーク、jorf.co.jp です。だって、しょうがないもののコーナーてって、懸命に書いてください。それでは、この後は皆さんからのメッセージ読んでいきます。